こんにちは、ウエンです。三重県松阪市の近鉄伊勢中川駅に来ております。こちらは2年前にも撮影に来ておりますが、今回はこの近くにある中川短絡線を中心に、列車の通過を見ていきたいと思います。伊勢中川駅のホームはこのようになっております。実はこの伊勢中川駅から反対の南側の方に線路がつながっておりまして、そちら、伊勢中川から宇治山田までが山田線。今僕が立っているこちら駅の北側、左が大阪線、右が名古屋線となっております。さらにここからじゃちょっと見えないかもしれませんけれども、向かい側に鉄塔が立っております。あれが、中川短絡線といって、大阪線と名古屋線を直接行き来できる線路が設けられております。はい、今ですね、名古屋線、近鉄名古屋発の特急がですね、向こう側にある伊勢中川駅に到着しようとしているところです。向こう側にある線路が名古屋線になって、今僕が立っているのが、大阪線。これは名古屋線の急行ですね。名古屋線の急行。これ今名古屋線の名古屋を、近鉄名古屋駅だと思いますけれども、名古屋線に入って短絡線の方向へ向かおうとしております。それにしてもちょっとこれはゆっくりですね。あ、ちょっとこれ なんと急行の名古屋行きが短絡線の手前で止まってしまいました。あ、今大阪ナンバーから名古屋へ向かうアーバンライダーですね。今短絡線を通過しようとしております。アーバンライナーの大阪ナンバー発名古屋行き短絡線を通過したところです。近鉄名古屋線の急行名古屋行き再び発車していきました。近鉄名古屋発、名古屋発大阪難波駅の特急ひのとりが短絡線を通過しております。ひのとりなんと8両、この8両という編成は3本しかないそうなんですけれども、貴重な編成が短絡線をまもなく通過しようとしております。一方、伊勢中川駅を通過してきたこちらの特急島風の京都行き、この火の鳥の通過を待って、まだ徐行しております。
先ほど通過した火の鳥に続き、この島風が後方佐賀線を走行していきます。島風、この京都行きは5万件の大事編成です。観光特急島風の京都行きがゆっくりゆっくり通過しております。さあ、今島風が伊勢中川駅、向こうの伊勢中川駅を通過したところで、ちょっとね、ここからではちょっと見にくいかな。今名古屋線に入ってきました。そうですね、名古屋駅、この山岳線の前を通過していきました。向かって左側が名古屋方面、右側が大阪方面、この2つの路線を直接つなげる役割をするのが短絡線なんですよね。で、この短絡線っていうのは、昔、伊勢中川駅っていうのをスイッチバックでね、しか乗り入れることができなかったんだよね。うん。で、それを解消するために、この短絡線ができたと。名阪特急っていうのは、例えば一番早い特急でも、名古屋を出ると、それから大阪に入って、鶴橋、大阪上本町、大阪難波という停車駅。これが現在の停車駅のパターンなんですけれども、これノンストップ特急っていうのは、友人聞いたことあるかな？これ、名古屋を出るとこれ、大阪までノンストップだったかな？あれって。そうだよね。で、この時に、この短絡線上で徐行しながら乗務員が交代をしていたんですよね。どうやって交代したのかっていうと、名古屋でいうとしばらく乗降扱いがないために車掌さんが、乗務員室の前までやってきます。で、そこでこの短絡線に入ってくると、徐行しながら進んでいく。その間に信号とか周りの状況を見た上で乗務員が変わるということを昔やってたんですよ。うん。で、これが現在はこれをなくして、津駅で、名古屋出ると津にまで止まらないんですけれども、この津駅で乗務員交代を行っている、これが今の名阪特急なんですよね。今こちらは、今こちらは特急が伊勢中川駅到着をしていようというところ、来ました。名阪特急、アーバンライナーネクスト22010系かな。アーバンライナーの 中でも2本しか存在しないアーバンライナーネクストが今、中川短絡線を経て近鉄名古屋まで向かっていきました。今ね、友人に調べていただいたんですけれども、アーバンライナーネクストは21020系ということで、これは初代のアーバンライナーを改造するために、予備車の目的でアーバンライナーネクストを導入して、で、現在もそのアーバンライナープラス、アーバンライナーネクスト、両編成ともに、今、名阪特急をはじめ、各路線の特急として活躍をしております。さあ、赤い車体をまとった近鉄の8万系火の鳥、これから短絡線を通過しようとしております。名古屋発大阪難波行き、
1両。近鉄の八幡系日の鳥、今の編成は8両で、中川短絡線を通過していきました。伊勢中川駅を出て大阪線に入る特急、あ、列車か、3万系ですね。というわけでですね、今回は近鉄伊勢中川駅の近くにある中川の短絡線をはじめとした近鉄伊勢中川駅の近くで、列車を見てまいりました。日の鳥のトンネルで余った、アーバンライナープラスやアーバンライナーネクストが、賢島方面の特急に入ったりなどで、2年前とはね、本当に大きく変化が出てきました。まあ、近鉄は日本の私鉄の中にも、一番営業距離が長いんですよね。大阪を自然に、京都、奈良、三重、愛知の各府県に、またがっている路線でもありますので、また各路線で特急、いろんな特急が見れたりします。まあ、僕も本当に2年前にここへ来た時には、金の鳥は
ほんの一部の列車にしか設置はされていなかったんですが、現在は1時間に1本あるいは2本という設定で、走っております。また通勤車両が、ぐさぐさに入ってくるということで、今後そちらの状況も楽しみになってきました。ちなみにこの名古屋線大阪線をはじめとした近鉄の多くの路線というのは1435mm の線路幅を採用しておりますけれども、南大阪線や吉野線などは、表記1067mm の、線路幅を持つ路線ではありますので、今度はそちらの方への撮影もできたなと思っております。以上、三重県松阪市にある近鉄伊勢中川駅周辺で撮影をしてみました。ご視聴ありがとうございました。